マルハバン。ということで、今回もウイクラストーリー編やっていきたいと思います。現在102年目を迎えまして、スーパースターディビジョン4、を、102年目じゃないんですけどね。あ、まあ、とりあえず、今回102年目なんですけど、次回ね、103年目になります。まあ、来シーズンに向けての、選手をね、獲得していこうかなと思います。その前にですね、今現在、ブレイクギャラクシーがどういう状況なのかをまずは、年齢と契約年数を、見ていきたいと思います。まあね、ノイヤーなんかは、長い期間ちょっと雇っておいていいのかなと、バランとか、メッシとかロナウドとかですね。で、まあそれ以外の選手で、まあどういう感じなのかをちょっと見ていきたいなと思ってます。フェルトマン、まあフェルトマンもまあ29ですけど、まあそろそろかなっていったところですね。まあ30超えたあたりぐらいから考えていきたいなっていう感じですね。で、シャビはもう限度案入れましたからね。で、ルーカス・パケタ。ルーカス・パケタはまだいいし、で、グエデスもまだいい。で、メッシもまだいい。ロナウドもまだいい。フェリペ・ルイス。あー、フェリペ・ルイスがそろそろだね。ここがもうそろそろだ。あー、もうちょっと早く気づくべきだったかな。まあでも94だから、まあだいぶ強いとは思うんだけど、まあこれからまたさらに上がるっていう感じは思えないから、左サイドのバックですね。左サイドバックをまた雇っていかないといけないわけですけども、左サイドバックですね、星6以上、左サイド、左 SV、星6、あとはイリチッチ。あー、イリチッチの代わりに誰入れたんだっけ。左パケタを入れたんだよ。いや、まあいい。でも次でセビージャでしょ。サパタはまだいい。ジェルマン、あとはルベンディアス。ルベンディアスも代わりにズマを入れたんだよ。だからまあいい、ズマで。で、バカ横。あー、バカ横か。 DMF ですね。DMF の、まあ今回星5でいいかな。星5の DMF。 ギュンドが星6なんでね。で、オスカーどうしようかな。オスカーもそろそろなんかな。オスカーもそろそろだね。オスカーは星6の代わりに入れたんだよね。星6の誰だったっけ。てか AMF って3人でよくない。
なんか今が多い気がする。MF は3人でいいような気がするな。まあなんで別にまだ雇わなくていいかなーっていう感じで。とりあえず DM で CF なんかもまあモラタ、ルベンカストロいなくなってもチビタネッチいるしサパタいるから OK。だよね、うん、でジェルマンもいるし、てかなんで俺ジェルマン入れたの。ジェルマンまだ入れなくてよかったじゃん。3人いるじゃんセンターフォワード。え、なんでほんとジェルマン入れたんだ俺。完全ミスってるだろこれ。あー完全ミスってる、入れすぎてるわ。ツィガンコフのところもまあまだいい。とりあえず DMF と右サイドバックの星6移動だけかな。いやーミスったなー。あ、右サイドじゃない、左サイドだ。うわーマジでミスってる。なんで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 ジェルマン入れたんだろうね、ほんと。サパータもいて。ああ、そういうことか。フォーメーション変えた時用のためか。なるほどね。ガッチ。そっか、そうなると AMF もいるよね。フォーメーションを変えるってなったら、また人数の変動が起きてくるからね。あ、でもそんな頻繁に変えるほどでもないからいいんだけど。オスカル入れる代わりに。今 AMF が1人と2人3人4人5人いて、でそのうちのイリチッチ1人がもう引退するかもよになってんだよね。イリチッチ、オスカー、そうすると1人と、3人しか残らなくなって、オスカー、セビージャ、オソラ、オスカー、セビージャ、オスカー、オスカー、セビージャ、オソラ、うん、オスカー、セビージャ、いや違うな、セビージャ、パケタ、バークリーしかいなくなるんだよね。セビージャ、パケタ、じゃあ星6、2人いるってことで、あと1人星5がいるね。いやまあでもいらないっちゃいらないかな。ふう、いらないよね。オッケどうしようかな。右サイド、左サイドをハーフ系のあれを構築していってもいいな。
右サイド、左サイド系の。じゃあまあ実際に。ああ、間違った。まずはディフェンスミッドフィルダーで星5がいる。あー、行き過ぎた。ディフェンスミッドフィルダー少ないんじゃないかな。またバカ横いるじゃん。星5バージョンのバカ横じゃん。ゴナロンズ、ゴナロンズでいいんじゃない。ゴナロンズ、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 4番ゴナロン、ゴナロン4番か。なるほどね。マキシム、マキシム、マキシムゴナロンって。マキシムゴナロンか。まあ、マキシム・ゴナロン。マキシム・ゴナロンでいいかな。よし、雇っていきましょう。4番なんですけど、24番にします。よし、続いて左サイドバックですよね。フェリペ・ルイス、星6だよね。まあ星7でもいいけどね。いればロベルト・カルロスとか。やばそうだな。とりあえずちょっとレアリティ高い選手見ていこうかな。左サイドバックいたかな、そんな。あー、はいはいはい。あー、またフェリペ・ルイスいいんじゃん。フェリペ・ルイスで、マルセロも使ったことある。ああ、使うんであればロベルト・カルロスだよね、やっぱ。いやー、カルロス使っちゃう？いやー、どうだ、このタイミングで使うかね。早いよね、まだまだ入れるのは早い。フェリペ・ルイスいるし、うん、まだすぐフェリペ・ルイスをね引退させるっていうわけじゃないから、落ちてきだしてからやるっていう意味ではまだね、ちょっと早すぎるような気がするんだよね。でもそうでもないかもな。でゴールキーパーなんかもね、ノイアーと変えないといけないから。ゴールキーパー多いね、星6は。めちゃくちゃいるやん。
左サイドバック、あ、P-MAX がいた。 P-MAX 入れないといけない、忘れてた。 P-MAX だわ。 P-MAX これどっちか入れていこう。 P-MAX ね、これ使ってかないといけないじゃん。はいはい、31番アイントホーフェン、フィリップマックス入れないと。マックスとか言うぐらいだからさ、スピードめちゃくちゃ速そうだよね。どうしよっかな、天才ジーニアス使うっていうわけにはいかないよね。あら、何番だったっけ、何番だったっけ、あ、31ね。31か、21でもいいような気がするな。 P-MAX、 31、よし、 P-MAX 雇いました。左サイドバックということで、今シーズンは2人だけね、雇っていきました。まあそんな感じですかね。あとはなんかあるかな、ちょっと一旦エディットで、で結構ねメンバーもねいるんだよね。で P-MAX 入った、ゴナロン入ったよ。22歳、どっちも22歳って覚えといてね。これが来シーズン迎えて23歳になったらおかしな話だからね。まあでもいいのか、こんな感じで。まあオスカーもね多分次回でいいと思うんだよね。うん、いや、センターフォワードに星7が欲しくなってきたな。サパタもいるからいいんだけど、まあいいかな、そんな強すぎても困るしなみたいな。よし、こんな感じでいきましょう。それではですね、まあこんな感じで終わるんですけど、ちょっとやっときたいことがあって、フレンドポイント、オーマイガー、これだね。これもうひたすらこれ、モチベーションアイテムもねないよ。他はいらないんだけどね。あとなんかあるかな。あ、ユース。あ、で、トレート、スペシャルトレートも設置していかないといけないね。スペシャルトレートも設置していかないといけないセッティングを。48はやばいな。54、チャム、でさっきの P-MAX とかを特性挟んでやっていかないといけないね。ジェメルソン、
セビタニッチも入れていいような気がするんだけどね。とりあえず Pmax だね。 Pmax は入れないとまずい。 Empty 追加です。何がいいんだろうね。オフィシャルアイントホーフェンいないだろう。いないでしょ。よし、これつけちゃおう。うわー、ジャイアントキラー、やば、やつじゃん。いいね。 Pmax にそれがついたらえぐいんじゃない。サイドバックにジャイアントキラーついたらえぐいでしょ。左サイドバックから攻めら、左サイド、右サイドから攻められない。若干ね、このスペシャルトレートもね、増えてきてたんだよね。 OKOK Pmax、 あー、エクセレントにならなかったね、そういえば。くそー、チャンスゾーンにならなかったか。星5にね、スペシャルトレードつけるのはなんかもったいないような気がするんだよね。まあ若い選手、本当にもう未成年を除いてしない方がいいと思うんだよね。いる？逆に未成年の星5は、そういう選手がいればつけてもいいかなと思うけど、無理だな。いやー、ロナウド、メッシがな。あとはもう落ちてくだけだからな。それがやだな。はい、ということで今回はね、ここまでになるんですけど、次回の動画からはですね、103年目に入っていきますんで、ぜひお見逃しなく。そしてね、先ほど獲得した選手を、レンタル移籍、まあローントランスファーさせますんで、ぜひ、次回の動画をお見逃しなく。それではバイキュラー。